ジェニファー・マルハーング・ランホルムはアメリカ合衆国の政治家、弁護士、ジョー・バイデン政権にてエネルギー長官を務めている。2003年にミシガン州発の女性知事に就任し、2006年の再選を経て2期8年を務めた。1959年2月5日にカナダのバンクーバーでスウェーデン系の移民の家庭に誕生する。21歳でアメリカ合衆国に帰化した。 カリフォルニア大学バークレー校で政治とフランス語を学んだ後にハーバードロースクールで博士課程を収める。その後、アメリカ合衆国連邦第六高ス裁判所デトロイト東部地区連邦検事ミシガン州ウェインカウンティ市の法務顧問を務めた後、1998年に女性初のミシガン州司法長官となった。2002年の州知事選挙で当選し、2003年に 同州初の女性知事として就任2006年にも有効投票数の56%を得て再任された。在任中に集財政の40億ドルに上る予算不足問題を解消。また、自動車業界の不振に悩む同州で新規雇用、インフラ促進、労働者の高度技術訓練の実施を掲げた。自動車工場の跡地を利用したテックタウンや 企業家用成学校、ビズダム優等の試みはこの政策方針がもたらした一定の成果と言える。また、新規事業の創出を狙い場合を新エネルギー産業にも注力しており、2008年には2015年までに総量の10%を新エネルギーで賄う法案を可決させている。州知事在任中に二度訪日している。2012年1月から、 カレント TV という TV 局の政治分析番組、ウォールームのキャスターに就任した。しかし、2013年1月に、アルジャジーラによるカレント TV の買収が明らかになると、ウォールームを降りることを発表して、番組を去った。2020年12月17日、ジョー・バイデン時期大統領より新政権におけるエネルギー長官に指名された。 翌2021年2月25日に上院で賛成64、反対35票で承認され、即日就任した。エネルギー長官は大統領権限を継承順位が第15位の職位であるが、グランホルムはカナダ出身のため大統領となる資格がなく、継承順位を持たない。ありがとうございます。